ベルタースオリジナルって知ってる？これでベって読むのすごいよね。すごくはないか。ベルタースオリジナルという、なんかね、昔から昔から生きてる人は昔から生きてる人はね、テレビで CM を見たことがあるかもしれんのよ。ベルタースオリジナル、なんかあの外国の子供がおじいさんになんかこう飴みたいなのもらうんよな。でそれがめちゃめちゃ美味しくって、で自分はなんかそのこんなに美味しいものをもらえるっていうことはおじいさんに大切に思ってもらえてるんだろうなと感じた的な内容の CM なんだけど、それすごい印象的な CM なんよ。んで、いやそれは言い過ぎだろうって思ったんよ。その俺もその CM 実際見たことあるんだけど、まあまあ CM だからさ、それは大げさにも言うわなと思って、でまあ言うてどんな味なんだろうって思ってたんよ。でもなんかわざわざ探してまで買うもんでもないかなって思って、で2021年になったわけなんよな。でなんかそのこれあのなんていうんか、お中元、そう令和3年のお中元、遠方に住む友人がね送ってくれた中にこれをまあ入れてくれとったわけなんよ。でこのベルタースオリジナルのなんか昔こういう CM あったよねみたいな話もなんか会話の中でちょいちょい出とったんよ。でじゃけ多分気になってるだろうなっていうことで多分入れてくれたんだと思うよな。で本当の多分 CM でやってたやつはなんか飴みたいなやつで、これ送ってくれたやつキャラメルなんだけど、まあ言うて味は一緒じゃん。そうで、なんかその送ってくれた友達もなんかその飴パターンじゃなくってこの柔らかいパターンなんじゃけど言うて、あじゃけどとは言わんけどその人なんだけど言うて送ってくれたわけないで、裏面はこんな感じになってる。一応なんかまあ輸入しとるってことやな。これはあれかな、成城石だと思うんよ。多分ね、成城石で買ってくれたんかな多分ね。そうで、まあどこが輸入して原産国はどこでっていうのが書いてあって、そういや便利な世の中よね。外国のこのお菓子をさこうやって買えるっていうのはね、カルディにしろ成城石にしろね、いいよね。でこれが袋の中に入ってる1個分のやつ、この中にキャラメルが入ってますよと。で中開けるとこんな感じ、まあキャラメルよね、キャラメル。まあ、今さ最近結構あったかいじゃん時期的に。室温も結構高いからさ、なんかこれ開けた時に本当に柔らかくて、でもこういうのってさ冷蔵庫にで冷やすとめちゃめちゃ硬くなったりするでしょ。だけどなんかその食べる時の温度によってだいぶその感じ方も違うとは思うんだけど、味的にはすごい美味しかった。なんか奥行きがあるというか、ただ甘いだけじゃないみたいな。でまあざっくり言うとキャラメルような、ざっくり言うとキャラメルの上位互換美味しいキャラメル、なんか海外のキャラメルって聞くとなんかこう必要以上に甘そうな印象を受ける人もいるかもしれんけど、なんかちゃんとこうなんていう無駄に甘いお菓子ってあるじゃん海外って。なんかあれはどうかなと思うよ。でもなんかこうなんていうかな、意味のある甘さというか必要な甘さというか、なんていうんだろう、甘さが嫌じゃない、甘いんだけど嫌じゃないみたいな感じの印象を受けましたね。でまあ今回もいろいろもらってさ、これだけいろいろもらっとるんで、まあ一個一個紹介していくわけなんだけど、まあ他のやつももうすでに紹介したやつもあるんで再生リストにぶち込んどるんで動画の最後のところに出てくると思うんだけど、まあそれもよかったら見てみてください。んで、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いしますね。はい、じゃあ終わります。ありがとうございます。